手がなってないんじゃねえか、ライザー。ダメだよ、フィー。その人怒らせると怖いから、早く降りて。無視されているようだぞ。ボス、そのまま動かないで。私が何とか降ろすから。いいから放っておけ。でも降ろした瞬間、またさっきみたいに激しく頭に乗られたらたまらんからな。それにしても、まさかボスがここまでフィーに気に入られるなんて。こいつが興味あるのは俺の頭だけだと思うぞ。まあそこまで重くないからいいがな。飼い主なんだからちゃんとしつけろよ。こいつに怪我させられたらたまらねえ。寝ちゃったのかな。あ、それじゃあ今のうちに。ありがとう。起きたか。俺の頭はベッドじゃねえぞ。次からは寝ないように気をつけるんだな。ボス、こんなところで何してるの？ここですることなんて勉強に決まってるだろ。お前こそ何やってるんだ？お散歩？ため息つかないでよ。あれ、おい、二人とも、こんなところで何して、勉強？なわけねえだろ。飯食いに行くんだよ、飯。用事がないならもう行くぞ。俺は忙しいんだ。あ、ボス。行っちゃった。たぶん相変わらず愛想はねえな。許してあげてよ。ボースはさ、こっちに来てからの3年間ずっとあの調子なんだよ。なんだそれ、ずっと勉強漬けだってのか。ありえねえだろそんなの。ううん、本当だよ。ボース本気なんだよ。立派なブルネン家の跡取りになるためにって毎日本当に必死に頑張ってるんだ。マジかよ。うん、今のボースを見てるとさ、思うんだ。僕も負けてられないぞって。同じ島から来た幼馴染がそばで頑張ってるのに怠けてなんかいられないって。すげえな。タオは学者になるために頑張ってるんだ。ライザは錬金術師で、村じゃ先生みたいなこともやってるし、ボースは立派な跡取りになるために3年間必死で勉強してて、なんかマジでみんなすげえな。なんだよレント、急に。そんな褒められたら照れるだろ。そうだよ。それにレントだってたくさん修行してすごく強くなったじゃん。いや、俺は別に。そうだよ、レントだって本当にすごいんだよ。もっと自信持てばいいのに。レント本当に強くなったんだからさ。ありがとな、ちょっとだけ嬉しいぜ。なんだ、面白い食材でも入ったのか。
これなんだ。あ、それって空間フルーツ。そうそう、空間で空間フルーツ、リュコの実でしょ。その実は僕たちの故郷の特産なんだ。向こうでは空間フルーツって呼んでるんだ。なんでここでは名称が違うのかは僕もわからないけど。なるほど、そういうことなのね。でもゼフィーヌさん、どうして空間フルーツがここにあるの？前に来た時に王都の料理は島で食べた味付けと違うって言ってたでしょ。まだそれ引きずってんのかよ。だからあれはまずいって意味じゃなくて。落ち着いてレント君、ちゃんと分かってるから。ただレント君たちは3年も島に帰ってないとも言ってたでしょ。だからここでライザたちの故郷の味を再現できればボートの味と故郷の味を2つとも楽しむことができる。それってちょっと素敵だと思わない？ちょっとどころかすごく素敵だよ。あれから僕ずっと食べたくて仕方なかったんだ。俺もどうにか再現しようと思ったんだけど、料理は得意じゃなくてな。ここで食えるならマジで最高だぜ。はあ、これでまたしばらく島に帰るのが遠のきそうね。お店に出せる料理が完成したらご馳走するから、その時はぜひ食べてみてね。ごめんね、ゼフィーヌさん。二人のせいで大変なお仕事増やしちゃって。気にしないで、別に私の仕事が増えるわけじゃないから。え、どういうこと？だって料理担当はマスターだから。うわ、マスターにも迷惑かけちまったか。俺の一言でとんでもねえことに。全然気にすることないわ。むしろどんどん言ってほしいわ。あれだけ言ってるのに、いつまでたっても私以外の人を増やしてくれないんだから、マスターにも少しは頑張ってもらわないとね。ゼフィーヌさん、なんか怖いかも。どんなに好きな仕事でも忙しすぎるのは良くないってことだね。